皆さんこんにちは、高橋さしみです。そしてセルジャーです。よろしくお願いいたします。はい、今日もまたゴルフ場にやってきました。そうですね、またさしみんとですね。はい、まあいいや。なんでちょっと嫌そうなんですか。なんでもないです。なんでちょっと嫌そう。前回ですね、一緒にあのレギュラーからラウンドをさせていただきまして、いろいろ教えていただいて、とても勉強になりました。はい、今回はですね、実は並木さんって100切り目指してるじゃないですか。ですね、私もなんか目標欲しいなと思ってまして、前回言ったじゃん、もう80切り目指せ。そうなんですよ、うん、そうなんですけれども、うん、70代ちょっと果たしてその目標がダメです。私にはちょっと高くないですかな。全然いけるじゃないですか。本当ですか。大丈夫と思います、僕は。あ、本当ですか。はい、安心してください。ありがとうございます。はい、でも前回も言ったように、はい、十分80代は切れると思うんで、はい、まあ、今回に関してはだから、まあ、だから80代切りたいじゃないですか。そうですね。ですから前回はフロンティティからはあえてやったでしょ。はい、だから私もいつもレジスティからやるって言うん で今日今回はレジスティからやって、はい、まあ、30代出せばいいかなと。お、普通に、はい、うん、そうすればとりあえず目標が大体設定できるんで、はい、今回はレジスティからとしみの実力を見せてもらって、はい、今後の目標決めましょうか。ぜひお願いします。それでいいんじゃない。ぜひお願いしたい。はい、そうしましょう。はいはい、じゃあ今日はですね、実はレディースティーから回るっていうことなんですけれども、はい、プロにも、うん、まあ、なかなかない体験だと思うんですが、はい、レディースティーで一緒に回っていただいて、私が見る景色がどんな感じなのか、距離とかも変わってきますし、す、ね、狙いとかも。あ、要するに僕が一緒にレディースティーで回るってことね。そうです。了解。はい、喜んで。ありがとうございます。スカート履いてもらっていいかな。あ、大丈夫です、今日は。はい、次から。はい、まずこちらインの1ホール目306ヤードのパー4です。下のホールはそうですね、コミテ通りに、ね、打ち下ろしで、はい、左サイドはずっと OB です。で、右サイドバンカーあるのは、はい、ここからだと210ぐらいで入っちゃうかな。はい、はい、でまあ、全体的に富士山から打ち下ろしていくんで、はい、全部、グリーンも手前から順目になってます。順目だから手前から早い。そう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 、はい、まあ、右サイドバンカー方向打っていけば問題ないかなっていう感じで、距離もそんなにないんで、はい、まあ、都市民だったらドライバーポンって打ったらセカンド乗ってバーディーチャンス、そんな感じかな。頑張ります。はい、では早速やっていきましょう。いきます。はい、じゃあ一日お願いします。お願いします。右行っちゃいました。うん、大丈夫、左跳ねるから。大丈夫ですか。うん、ナイスキック、よかった、跳ねました。うん、もしかしたらヘアウェイ、あ、ヘアウェイじゃん、右ギリギリヘアウェイ。ありがとうございます。ちょっとドローしました、嬉しい。おお、確かに、あれ飛ぶボールだよね。ありがとうございます。確かにね、レディスティーからやるとね、難しいね、これ。そうですよね、プロは距離があるから。後ろから打つとね、あのバンカーに入らないんだけど、はい、あのバンカーに入ること間違いないじゃないですか。はい、ってことは左打つと OB 近いじゃん。はい、どうやって打つのよ。プロどこ狙っていきますか。バンカーから軽いドローで、はい、花道転がしていくね。お、うん、で残り50ヤード。はい、どう。お願いします。お願いします。です。ああ、よかったよかった。ちょっと当たり悪いんだけどね、自分の狙ったのが真ん中行ったから、ほら。ど真ん中。ね。ナイスです。ああ、バンカーまで全然行けなかったね。ナイスです。トシミのあの右、ほら、ヘアウェイギリギリ。ギリギリですね。さすがだね。あれ、バンカー越えして。バンカー越えだけど、ほら、バンカー越えてって、ほら、はい、エッジにあるわけじゃないから、はい、全然関係ないでしょ、あれは。あれは、はい、ね、クロスバンカーだから、ティーショットのためのバンカーだから、おー、要するにグリーンの周りのガードバンカーじゃないんでね。はい。無視して。わかりました。でピンも真ん中から手前だ。ちょっと手前ですね。うん、ちょうどいいんじゃないですか。頑張ります。はい。おお。距離ね、90ヤードしかないですね。90ヤード。うん。じゃあちょっとやっぱりピッチングで短く持ってが理想です。そうですね。はい、ピン手前だし。はい。頑張れ。おー、ナイスー。ありがとうございます。さすがだね、乗りました。よかった。ちょっと軽く打った分だけ擦っちゃったね。やっぱりセルザープロとラウンドすると緊張します。
僕のとこから60ヤードです。60ヤード、はい、何番ですか。3度3度、うん、ちょっと左足下がってて。そうなんだよ、分かった。結構下がってますよね。平らのとこから打った方がいいよね。難しいもん。ほらトップしちゃった。あ、でもいい。いや、これトップしちゃったからダメなの。この感じだよね。あ、でもナイスです。ショックナイス。待ってください、もう通音してますよ。いやいや、そういうもんじゃない。今日ショックしか言ってないです。プロショック、まあいったな。今日もしも万が一何ないと思うんですが。何それ、勝ったらなんか足んない。怖いね。勝ったらなんか怖くない、怖くない。トシミその気になってたよ。冗談です、冗談です。いや冗談じゃない、本気でしょ。いや、そんなことないです。俺本気出しちゃうよ。本気出したらね、ミスするから。お、もっといけ、もっといけ、もっといけ。うわー、で、下りだから思ったよりいかなかったね。あ、これ、トシミのライン踏んじゃうから、お先いけないな。あ、じゃあ、私どうぞ。はい。こう来てるってことは、うん、フックラインが思ったよりも強いってことですか。フックライン、え、フック、そうでもない。そうでもないです。そんなフックしないってこと。あ、こう来て、こうだから。こうですもんね。うん、あ、そうだ、はい。逆。距離か。あんまりフックしないって言ったのに、ああナイスタッチ、素晴らしい。ありがとうございます。簡単だね。これお先してもいいですか。どうぞお先しちゃってくださいよ。はい。普通でも大丈夫よ。ナイスパー。ありがとうございます。相変わらずうまいじゃない。ありがとうございます。ナイスインです。パーパーだから。パーパースタート。まず負けちゃう、負けちゃう。そんなことない。負けちゃいけないよ。負けちゃうよ、トシミに。やばいよ、これ。そんなことない。逆にさ、はい、いっぱい視聴者からさ、星座何やってんだって言われそうで怖い。はい、はい、一ホール終わりまして、はい、パーパーでした。まあさすがですね、さりげなくさらっと2オンして2パットのパー。さすがです。いいことです。ありがとうございます。はい、2ホール目も頑張りましょう。いや、普通に行きましょうよ。力まなくても大丈夫。はい、はい、こちら2ホール目、287ヤードのパー4です、うん。こちらどんなホール？これもね、完璧に打ち下ろしでまっすぐなのね。で、はい、左サイドに200ヤードちょっとのところにバンカーがあります。真正面に見えるバンカーはもうグリーン手前のバンカーだから、はい、フェアウェイ狭いので、バンカー右サイドに打てればもうちょっと打ち下ろし。またこれもだから富士山から転がって、はい、順目なんで、はい、手前から速い。そんな感じです。わ、はい、かりました、はい。早速やっていきましょう。奥のバンカー狙いそうだね、行きたいと思います。テレショーじゃない、はい、大丈夫。完璧、ありがとうございます。フェアウェイ真ん中、ま、完璧じゃん。よし、バンカーハウか。素晴らしいね。言った方がいったね。はい、行きました。ちゃんとね、今ね、無理して打ってないしね。はい、コントロールしてるね。はい、さすがだね。悔しいね、それ。プロに教えていただいたスイングが。いや、ナイススイングだね。やっぱ実践派だね。お、ナイスです。もうちょい帰ってきて。あ、フェアウェイ。あ、多分大丈夫だね。大丈夫ですね。うん、大丈夫、大丈夫。フェアウェイ、フェアウェイ。目標はレディースで回ると、やっぱり、うん、40代前半では回りたい。そうだよね、ハーフは。それはそうだよね。だから、まあ、絶対だからワンラウンドでも80そこそこでいけたらいいもんね。そうですね、80代では回りたい。どっちかといえば、まあ、どっちかといえば、ね、片方は30代で回りたいよね。うん、頑張ります。なかなか出ないんですよ、やっぱり。あ、もうそうなの。はい、出ないです。で、私はやっぱりその苦手なところを捕まっちゃうと思う、うん、急に自信がなくなってしまって。そうね、そういうとこね、はい、そうなんですよ。まあ、今日は実力テストだから、これ。はい、テストって言うとみんなビビるからさ。あ、今テストって言ったね。あえて言ってみたけど、ちょっとビビらそうと思って。あまりにも大丈夫です。こんなね、狭いヘアウェイ、ヘアウェイだし。あ、ありがとうございます。100ヤード、100ヤード、うん、100もあるんですか。うん、だから打ち下ろし、まあ、正直言って打ち下ろしが3入ってるから、はい、97なんだけど、97ス
ストレートで100。さっきと同じぐらいってことですね。ピッチングじゃない？はい、ピッチングでいきます、うん、そして手前からいけば全然普通に、はい、100ヤード、100ヤードいきます。はい、大きいかな。あ、左行っちゃった。左だとね、キャッ止まって、ピンの方に行けばまっすぐだ、ぴったしだったけどね。はい、その方向がちょっとね、左行っちゃいました、うん、48ヤード3度ピンまで48ヤードねあの辺に乗せてポッと転がればいいんだから、35ヤードぐらい上げておこう。お、ナイスです。すいません、全然弱いし、ほらこれすごいショックじゃないこれもしかしてちょっとセルザープロ緊張してますな、じゃあやっぱりほら自信をつけさせてあげようと思ってさ。 ありがとうございます、嬉しい。そう、パートナーにね。はい、私これはピッチングとパターです。僕の方から順目、ここだから、はい、スライスに見えるけどそんなしないよっていう感じ。あー、まっすぐぐらい。そう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 、そしたらパターでもいいってことですかね。いいチョイスだね。はい、そういうとこがいいよねパターでいきます。よいしょ。あ、左に出ちゃいました。本当だ、落ちてこないね。まあそのぐらいさ、やってくれないとさらっていかれたら困るじゃない。お、いい、いい、惜しいな。ナイスです。はい、じゃあこれを私がお先に行かせていただきますね。はい、ナイスパーです。ありがとうございます。これも言うほどスライスしないってことですよね。うん、そういうことだね。うん、あ、弱い、いて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 、よかった、ナイスパーありがとうございます。かっこいい、参ったな。参りました。まさか同じスコアじゃないよね、一緒だ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。うめ。入った。お上手。ありがとうございます。はい、2ホール終了しました。パパ。ナイスパ。ありがとうございます。さすがです。大丈夫ですか？なんか勝負みたいになってませんか？勝負だもん。勝負じゃないです。勝負勝負勝負。勝負じゃないです。森本としみに負けないために頑張ろうと思って。すべてパーを取ろうかと思って。お、俺がすべてパーを取れば、としみがそれについてこればあなたパープレってことでしょ。そう。すごくない？ですね。でもパープレ出したことないので。嘘。ないですないですないですよ。今のなんかすごいよね。ありがとうございます。まあエッチからパターをチョイスしたことがやっぱりうまいよね。はい。ちょっと迷いました。あのこの前レッスンしていただいたピッチングと。うんうん、ああ、まああれけどね。でもそんなにあの手前がそんなに、はい、なかったので。で返しのね、あの2メーターぐらいのいやらしい距離をコテンと入れてきました。ありがとうございます。次ははい、続いてパー3の110ヤードですね。そうですね、はい、ちょっとピンがね手前目だから105ヤードぐらいでいいと思います。はい、わかりました。はい、見た通りです。見た通りの今日はね、ラッキーなことに真ん中にバンカーあるけど左に弾き切ってるから、はい、バンカー越えってイメージあるけどそんなに関係ないよね。はい、ちょっと風が左から少し上げると、そんな感じです。はい、パー目指して頑張りましょう。はい、やっぱりこういう時は斜めで行くよりもまっすぐ行った方が分かりやすいです。まあ、バンカーを避けたいって気持ちがあればそういう気持ちがあってもいいかな。はい、でも左の木とか出てるから、はい、あれ当てちゃいけないと思って右出した場合もあるから、あ、はい、違いには言えないけど、はい、じゃあ打ちやすそうな平らなとこで、はい、ここで行きたいですね。あ、左行っちゃいました。あ、でも左のエッチいいとこじゃないと自分のこれ。あ、大きい、待って、あ、頑張りました。ちょっとかぶった分だね。はい、うん、でも決してお怪我はしてないです。大きなミスじゃないね、はい、僕ピッチングでさらっとピンの根元だけ見ててください。はい、かっこいい。お、いい。いや、ちょっとこれねダフっちゃいました。軽口す、軽口す俺すごい下手くそなんだけどそんなことないですよ。私多分今のミスしたらもうバンカーです。だけどピッチングであの距離って僕にとってはもう死にたいぐらいショックなんだけど、はい、でもあれじゃないですか、コントロールしてた。いやいや、コントロールしてもあんな
あれあんな離れたらコントロールとかいう問題ないからピッチングで10ヤード離れたら僕はショックだと思う。あそうだよバタって言うのどんだけ気合が入ってないかなんかさ乗ってる距離的にはどうしてみて変わんないんだよ俺さっきからミスばっかりしてるからすごいショックなんだけど。これも難しそうだな。もっといって。あーちょっと食われすぎたね。あーこれちょっと食われすぎた。そうですね、うん、こういう時はこのあのピッチングも迷ったんですけど、ピッチングでも良かったかもしれないけど、はい、ただ強く入ったら下まで行っちゃうんだよね。あ下ってる分、うん、だからなんとも言えないところだね。結果がそこ行っちゃってるから、はい、ピッチングの方が良かったと思うかもしれないけど、はい、ピッチングでポンと言うとコシャーってこう来るから。あじゃあ選択は別にそんな悪くはない。全然悪くないと思う、はい、最初の距離感がちょっと優しすぎた、はい、下ってるからと思って。はいありがとうございます。いいなぁ。すいません。はい、どうぞ。楽楽パー。はい。楽楽パー、ナイスパーです。ありがとうございます。はい。きます。すごい切れましたここで。ここねポンと跳ねたしね。跳ねましたね。うんいいよいいよなんかいいよいい感じ。これはもったいない。お強気。ありがとうございます。さすが。ボギー。ショートパッター逆にしたねやっぱりね。そうですねそうです左手が。かっこいい打ち分けるもんね。やるな。ありがとうございます。はい、3ホール終わりましたけれども、はい、ナイスパーです。俺全部パー、全部パー。いや俺は別にほらパーでも普通だから、はい、ソシビンの方が大事なんですよ、はい、でも正直言ってこのウエストのインコースの3ホールは結構楽な方なのね、はい、ここまでは。そうなんですね、うん、だからパーパーボギーっていうのは、はい、まあまあなんだけど本当はパーパーパーが良かったね。そうですね、うん、でも実際は、はい、まあ無難だよね。そうですね、全てが。そうなんですよ、まあ、ティーショット真ん中セカンド乗せる、はいショートもちゃんとエッジまで行く。もうだってほら3ホールに1個ボギーしていいわけだから、はい、そうですね、うん、あの30ハーフで30台回るとすると、そう考えてみたら、はい、もう楽勝って感じじゃない。いやこれからが難しいとお聞きしたので。でもニヤニヤって言ってましたのでこれからはね、はい、あなたの本当の実力がね試されるんで、はいはい、このこれからの後が楽しみです。わかりました、うん、もう前半のイメージでいけば問題ないと思います。はい、はい、ありがとうございます。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらです。また見てください。